こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はミニトマトとフルチカフルチカの収穫をしたいと思います。だいぶ実が赤くなってきましたので、フルチカとミニトマトを合体してるのをちょっと今年はデータなども取っていきたいなと思ってはいるんですが、今のところそんなに差は感じられません。とりあえずトマトを見ていただきましょうか。今日はトマトの収穫をしたいと思います。息子さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。3本がフルチカとミニの合体をしてるんですが、これまた何かに触って実が落ちた。そんなに差が感じられんがよね。せっかくやったのに。根が2本になっちゃうがこれよね。そう、この3本そこも根が2本になっちゃう、うん、ね、うん、実もそんなに変わらん。変わらん。葉っぱの状況も変わらん。変わらん。茎の大きさも変わらん。変わらん。あんまり意味がなかったけど、まあ最後までどんな状態なのか。今のところは大きく違いはなし。なし。はい、はい、それでは南のミニ CF チカから収穫します。ほらたくさんなっちゅう。ほらね、なあ、売れちゅろ。これはいっぱいできちゅうね。うん、もうワンサワンサと実がなって、うん、木がもうどん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 下がってきて、昨日だいぶ引っ張り上げたんやけど、うん、引っ張って上げてるうちになんか折れそうな感じになってきて、この木が、うん、だからもう支柱に変えてらんと無理かなと。うん、そうだね、うん、実は良くなっちゃうね、こんなもん。まあ、ミニは良くなるがやけど、うん、ミニ言っても大きいよね。ミニ大きいね。うん、一本仕立て焼きやろ。あ、そういうことか。うん、これ放任栽培やったら、うん、こんなに大きな実は取れんと思う。そうよね。売れてる実からもいでいきます。ほら、きれい。きれいやね。これくらいはもっと置いちょった方がいいかね。うん、うん、そうよね。もう赤いののみ取ろうか、うん、これとかこれ。ここはよく売れっちゅうね。ほんと大きいね。ミニと思えんど。そうよね。これも取ろうかな。もう実がなりすぎて木が耐えれんなっちゅう。重さで。重さで。これも取る。ゆっくらしっと。ほら、きれいよ。これはまだ青い。そうだね。もう売れ出したら早いきね。ただちょっとお水切りすぎて、うん、葉っぱが巻き出したき水やろうか。収穫したら水やろうかなと、うん、よっしゃ。これ家で食べるわ。そうよ。両親家じゃなくて家族で分けて食べます。はい、はい、こっからチカ。こっからはフルチカ。あ、フルチカ。フルチカもっと言うてフルチカ。そう、もう私はフルチカでいいが。チカでが、うん、フルチカ言えん。はい、下が前ら。やっぱりちょっとは比べると、ほら、そうやね。ほら、これ中玉。そうだね。うん、でもまあ栽培はこの、うん、この線がちょっと見え出したき、うん、もう全然悪いわけじゃない、うん、上等に。ちょっと早いかな。もうこれも取っちゃえ。フルティカの方が育ちがちょっと遅いね。そら実が大きい分、ほら。そうだね、うん、これですね。これのちょっと…いや、また落といた。もう、最々私こうやって触って落とすわよね、うん、これのちょっと説明してくれる。あ、これは、息子がプランターで植えるってミニの鉢を、ポット苗を買ってきて、赤鶏インコに新芽を食べられてしまって花がなかった。一番花が咲かなかったので、一番花が咲かんと実は止まらんよって、もう花はつかんかもしれんって言ってて、これは長くなってやっと花芽がここで出てきました。ほら、
もう私ひんちょこか思いよったけど邪魔やしそれはかわいそう。まあ置いちょってよかった。やっぱり初期生育が順調にいかんかったら、そんなにこじらしたら、うん、いかんね、いかんね。やっぱり最初の一番果を取るっていうことがいかに大事かって。そういうことやね。ここにね、うん、大きな虫がおったがよ。うん、あ、これちゅうね。そう、全部のトマトかじっちゃった。あ、大きいが見つけて足で踏んじゃった。あんたかねーってそう、あんたかねーたち、名前がついちゃうわけじゃないき。あんたかね、悪いことしちゅうのはトマトの中に入り込んじゃった。うん、こんなもんですかね、今日の収穫は。そっちはもう赤くない。そうね、はい、一遍ちょっと出ろこれ、はい、はい、以上です。はい、今日の収穫はこれです。美味しそう、真っ赤に売れた。これは虫に食べられたものです。一つ食べてみよう。食べたさっき、さっきなんてめっちゃ美味しい。具食べてみようか。うん、これをちょっと食べてみます。はい、消毒してないきね。はい、甘い。甘い、うん、美味しい。もっと他になんかないか。いや、本当に甘い。どういう風に甘いが分かったけど、あのスーパーでよミニの、うん、トマト買ってくる時あるけど、うん、水っぽいがよ。あ、これは甘い。水っぽい、水っぽい、みずみずしいけど甘いということ？うん、みずみずしい。まあ、水分あるわね。そうよね。でも甘い。甘さはある。グッド。グッド。上出来。はい、まあ、特ダニトマトには負ける。それは、もう全然負ける。それはあれはブランドトマトで、すごい有名なトマト、ね、うん。めちゃめちゃ美味しいね。うん、うん、そうやね。はい。はい、じゃあトマトの苗がだんだん下がってきて、もう木がやっと立ててる状態ですので、イボ岳に支えを変えていこうと思います。支柱を立てて、はい、この小さなハウスの中の、これ90センチぐらい、もうちょっとある、1メーターぐらい自分の身長が1メーター40、1メーター200もあるかじゃない。そんなにないわ。前は1メーターちょっとぐらいを足元をずっとポリで巻いてますが、これによって中の温度がだいぶ違ってきましたが、お昼はもうこれいらないんですけど、まだ夜温がちょっと低い時がありますので、もうちょっとこのポリを置いておこうかなと思っています。これがあると夜温度がだいぶ違ってくると思いますので、もうちょっと置きます。それでは支柱を立てていきます。これぐらい、見て通りよ。ここで行けと、うん、ええ、その縦の支柱に横の支柱をはわして、うん、それにイボ岳を立てかけるということ。そう、そういうこと。おっと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 、売れよった。入りません。うん、入らん。僕何十件入らん。今反対向けぬか。これに順番に誘引していくということ。そう、順番にこれで誘引していきますか。はい、はい、ちょっと斜めになるやろ。ちょっとで2センチも離したらちょっとじゃないで。20もせられん。12、3センチにして、
これは何で止めようかね。あのパッチンで止めるやつで止めたらいい、ね、パッチンで、うん、まあ、とりあえずここ置いておいて、これでこのイボダケの頭を、はい、あの麻糸の頭向けて止める。わかる？ん？あんまりようわからん。意味がわからん。まあ、止めてもらったら。こういう感覚で。これで全部止めていくということ。そう。はい。はい。これでこのこのイボダケの頭を麻糸に向けて、うん。ちょっと斜めにはなりますが、あんまり極端に斜めにせんように。じゃあこういう形で止めていきましょう、はい、止めます。よ、止めんの指が痛い。え、やろうか。ピンチがないけ。この花気をつけて、はい、ありゃりゃ、ここで実を何個も落としています。ちょっと作業するとこれやね。このトマトは重くて茎がこう湾曲に曲がっていますので、曲がっても、まあ、別に我慢といえば我慢けど、ますます実がなると垂れてきますので、ちょっと麻糸で吊り上げて、それから支柱に留めていきます。ん、ここを留めやってもいいかも。こっちを上げないか。上を吊ったらいいじゃないか、うん、一番上の方。上、うん、元じゃなくて上の方を吊ったら、元じゃなくてこの辺吊り上げないか。そうやね、下へ行くでね、うん、こうやね。そうやね、ちょっと引っ張っていこうか。こう、はい、これでここでも押さえておこうか。離していい？はい。これもんでダルダルになったね。ん、あ、サイトがダルダルになったね。そう、そりゃなるよね。それでこの支柱に止めます。アサイトも一緒に、ほら、うん、そしたらトマトが落ち着く。これもそう、これもだいぶや、これもだいぶやね。下をくくっちゃって、うん、上吊り上げた方が早いかじゃないか、うん、下をくくっちゃって上吊り上げた方が早いか。下をくくって、そう、途中を、うん、じゃあこの辺でで、ここでギャックラス、ここやね。茎が折れそうながよ、もうあんまり実が思うて、うん、ここに留める。この実が向こうか行かないか、なんかこっち、もう言うこと聞かんわね。ギャックラスと、こう行こうか、うん、こうやね。行きました。これはこういくわ。アサイトが足りんかな。テープだけじゃいけん。いけん。ボタンテープだけでいける。いや、わからん。どうやろう、やってみる。うん、あ、また見ようと言った。あんな、いうこと聞かんわね。どこの実が落ちた。あれ、止まっちゃう。止まってない。まあ、まっこと。よっ、ちょっとマシか。いける？ちょっとマシやね。それがね、うん、トマトがよ、うん、ここで実がついてるやん、ここで、うん、すぐ上にまた実がついてるかね、落ちるやろ。
そんなすぐ上はつかんもんな。うん、つかん。普通は、うん、これもこうか。あ、行くね。行ける？行ける。支えがあれば。最初からこれでよかったのにね。こんなに身が重いとは。下にも身がある。こういくか。あ、また置いた。またバリ入れた。もったいないことしたな。これ見て。こんなのが美味しいやろ。美味しいかどうかわからんけど、まあ水分が足りんかったらそんなになってくるわね。なるわよ、うん。これちょっと水分が足らんすぎよ。ね。あ、行くね。こうやれば。行きました。問題の花子さん。また見逃げた。もう、いやー。わざとごと。しょうがないね。あらら、実が抜いてしまう。最初からイブだけにしちゃってよかったね。そうやね。ミニがこんなに重くなるとはね。うん。ここ見て。うん。実がよ、一番果がここでなって、うん、はい、葉っぱが2枚で、3枚目までいかんうちに実がなっちゅうろ、うん、花芽が出て2番果、はい、3番果は1つ2つ3つ3枚も葉っぱいかんうち葉っぱ2枚で実がついて、うん、次は葉っぱないと実がついて、うん、葉っぱと花が一緒の位置のが、うん、間に全然葉っぱがないわね、うん、次が葉っぱが、あ、待って、といた。この実の葉っぱが2枚あるけど、うん、また実がついちゅうかね。うん。ほいで今度葉っぱが2枚でまた実がついちゅうか。葉っぱが2枚で実がついちゅうか。これっておかしいよね。よくついちゅうってこと？そう、うん。なんでやろうかね。ちょっと今日は実をだいぶ落としましたけど。なんでやろう？すごいよね。うん。ちょっとこれ。肥料、水が足りんかな。普通は葉っぱ3、4枚ぐらいで花芽がつく。間が空くということ？そう、うん。こんなに花芽がどん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 。ピーホスターかけよう。え？ピーホスターかけよう。ピーホスターかけてないわ。肥料が行き過ぎたきやめた。まあ、なんでやろうね。そういうのが。茎が大きいし、ようよかかり。ちょっとこんなに茎を大きくせられんがらしい。うん、トマトは肥料行き過ぎた。つい日が過ぎたかな。終わり？終わりました。おかげさまで。これでトマトもイボ岳にすがって上がっていけると思う。今日は中玉トマトフルチカとミニトマトの CF チカの収穫をしまして、思ったより実がたくさんなってて、花の段が結構多くって、実が重いので浅い糸ではなんか耐えられないような感じで、これはダメだなと思いましたので補強しました。最初からイボだけにした方が良かったかな。トマトがこれほど実が重くなるとは思わなかったもので、浅い糸で釣っていましたけど、ちょっと耐えきれなくて補強してイボだけで支えましたので、これでトマトの方も安心して伸びていけると思います。実もたくさんつけれると思いますので。それと合体したトマトとしてないトマトの差が今のところまだ全然現れてませんので、収穫後期になってくればちょっとは違いが出るんでしょうか。また後々の結果を動画でアップさせていただきます。最後まで
ご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。